最下するバルータソテツは、ラッシュ植物ソテツ科の常緑低木である。窒素固定能を持った生物と共生している。植物としてはマメ科が有名だが、そのような能力がソテツにもあるため、窒素分の乏しい土地での生育も可能である。ソテツ類の中では、日本列島に自生する唯一の種で、自然分布では、日本列島の固有種である。日本列島の九州南端、南西諸島、 台湾、中国大陸南部に分布する。主として海岸近くの岩場に生育する。なお、自生北限は宮崎県串間市と伊美崎である。カナリーヤシやワシントンヤシなどとともに、日本の九州南部、南西諸島の南国ムードを強調するための演出として映像素材に用いられる場合がある。九州南部、南西諸島の主要都市には大抵植えられている。 テ鉄という名前は枯れかかった時に鉄の釘を打ち込むと蘇るという伝承に由来する。ところで一般的な植物においてアミノ酸の合成は光合成で合成した物質と外来の窒素化合物を用いて合成している。しかし地球の大気の主成分である窒素分子は反応性に乏しいため、 一般的な植物は窒素分子そのままでは利用できず、一般的な植物が窒素分を利用するためには、硝酸イオンやアンモニウムイオンなどの形である必要がある。ところが、素鉄の根には産後状の根粒があり、そこに卵巣類を共生させており、それらが窒素固定能を持つため、窒素分の乏しい土地でも生育できる。この窒素固定能のため、素鉄の周囲に、 多少のアンモニア臭が漂うことがある。また、本州中部以南の各地でも、コモを巻くなどして、陶器防寒をすることで植栽が可能である。記念樹として、公園や、観光庁や学校などにも植えられる場合がある。また、ロータリーの真ん中などに植栽される場合もある。生育は、遅いが成長すれば樹高は8メートル以上に達し、その際でも移植が可能なくらいに強権である。 幹は太く、たまにしか枝分かれせず、細い枝はない。幹の表面は一面にハートで埋まっている。葉はその先端に隣生し、全体としては、幹の先に灰状にまとまって、葉がつく。葉は、多数の線状の小葉からなる、鵜状服用で、葉先は鋭く尖り、刺さると痛い。私有一種である。尾花は、 幹と同じくらいの太さの松傘を長くして、幹の先端に乗せたような形で、松傘の輪辺に当たる部分の裏一面に薬がつく。雌花は茎の先端に丸く、ドーム状に膨らみ、目しべを個々に見ると、上半分は、鵜状服用の葉が縮んだ形で、下半分の軸には、左右に胚種が並ぶ。花は発熱することが知られている。種子は成熟すると朱色に色づく。 この種子は、緑化や鉢植え用の苗木を生産するために、日本国外へも輸出され、主な出荷先は、台湾、中米。大島紬の泥染めでは、ソマリーが悪いとソテツの葉を入れて、化学的作用を強くする場合がある。近年では、新芽を食害する熱帯アジア原産の蝶の一種で、ある、クロマダラソテツシジミチルズポンドバが日本に帰化しており、問題となっている。 奄美大島で作られる、ソテ鉄ミスソテ鉄属のソテ鉄は有毒であるのにもかかわらず、ソテ鉄には澱粉も多く含まれていることから、日本の南西諸島の当初域では、中世から近代まで、急行食物の一つとして食用にされてきた。ソテ鉄は、有毒で発岩性のある、アゾキシメタンを含む、配当体であるサイカシンを種子を含めた前層に含む。サイカシンは、 メチルアゾキシメタノールに変化し、それを摂取後に体内でホルムアルデヒドに変化して急性中毒症状を起こす。また、メチルアゾキシメタノールやその代謝産生物であるジアゾメタンには発言性も指摘されている。しかし、素鉄の有毒成分の水溶性は添風によりも高いため、幹の皮を剥ぎ、あるいは種子のひとしを細かく切ってから、 水にさらして、でんぷんを分離した上で、さらに時間をかけて、十分に水にさらし、発酵させ、乾燥するなどの処理を経て、再加診を完全に除去すれば、このでんぷんは食用にできる。一方で、素鉄でんぷんを水にさらす時間が不十分だと、毒物が残留して有害である。実際に、愛媛県の中学校で、素鉄種子を食して生徒が中毒になる事故が起きた。また、 同じ素鉄属でもレバルータ以外の種の過食性は未確認である。EN サイカスリストオブスピーシーズも参照また、素鉄過植物からの加工素鉄でんぷの長期間に渡る食用のため、グアム諸島の住民に ALS、PDC と呼ばれる神経難病が多発しているとする説があるものの、一方で両者の因果関係は確定的でないとする説もある。また、 ソテツ化植物を長期食用した牛に、脊髄軸作変性性麻痺の症状が起きることが知られている。しかし、毒性が明らかにされている最下ンやメチルアゾキシメタノールがこれらの症状の原因ではないことも分かっており、原因となる物質は特定されていない。奄美群島や沖縄県においては、休校食物として、佐賀屋市から取るサクサクのようにソテツの幹からデンプンを、 取り出して食する伝統がある。また、種子から取った澱粉を煮て、海苔状の粥,の粥のようにしたり、より少ない量の水を使って加工して、ソテツ餅を作るほか、奄美大島やアグニ島では、毒抜き処理と微生物による、下毒作用で無毒化した澱粉を加えた、ソテツ味噌を製造しており、ソテツ味噌を用いたアンダンスーや魚味噌などの食材が作られることもある。奄美大島では、 珍しい食材として地域おこしに活用しようと、ソテツ澱粉を使ったうどん、天ぷら、餅、せんべいが製造された例もある。ソテツ地獄も参照かつて琉球王国時代に琉球の王が旧公食としてソテツの栽培を奨励したと言われる。奄美群島ではソテツの種子をなりと呼び、そこから採取した澱粉を煮た海苔状のものを なりがいと称して休行食とした。このように、奄美沖縄地域では、飢饉の際に素鉄を休行食として、上をしのいだ歴史があった。しかし正しい加工処理をせずに食べたことで、食中毒により死亡する者も,もいた。特に、大正末期から昭和初期にかけて、農業や経済的状況、戦争関連恐慌、干ばつや不作などにより一部地方や島では重度の、 貧困と食糧不足に見舞われた沖縄、奄美地域は、素鉄食中毒で死者を出すほどの悲惨な状況にまで、陥り、これを指して、素鉄地獄と呼ばれるようになった。日本薬局方には秀才されていないが、中国では、漢方薬として、歯、種子、茎、鼻、根が、薬用になるとされている。歯には止血、下毒、止痛の効果があるとされ、 胃薬や血止めの薬にされる。種子は男性機能増進や腰痛、内身などに使われる場合があるが、前述の通り有毒であるため、素人判断での使用は危険である。根や花は血行を良くするとされ、滑血や内身などに効くとされる。根には腎臓機能を高める効果もあるとされる。対象期には身が薬用になるとして、本土の大都市で販売されたが、 誤った製法を用いたため中毒事故を起こすこともあった。天見大島では、食用に中身を抜いた殻を燃やした煙を火よけにしたり、葉を緑皮にしたりした。胃腸と素鉄類は、種子植物でありながら、シダ類などのように生子を形成することで知られる。それが最初に発見されたのは胃腸であるが、それに続くのが素鉄でのことであった。1896年。 帝国大学の丘大学助教授であった池野聖一郎は鹿児島市で生育していた素鉄の固定標本から精子を発見した。その時標本を採取した素鉄は2008年4月22日に鹿児島県天然記念物に指定された。本株は1983年10月に小石川植物園にも株分けされた。花粉は胚珠の先端に付着。 発芽して花粉管を形成、その中に精子が作られる。精子は類的型で多数の弁毛を持つ。リーストコンサーン IUCN のレッドリストでは2003年版で純絶滅危惧に評価され、その後2009年版で軽度懸念に変更された。1977年2月4日にワシントン条約付属書ー類に指定された。ありがとうございます。